ードにかかるかなって思ってたけど、だから、え、邪魔だな、後ろに合わせちゃおう、後ろに合わせちゃおう、うん、その椅子が立っててないといいんじゃない、この椅子は何に必要、ちょうどいいじゃん、 OK です、こんにちは、大きい声でいきます、せーの、バチリコーナー聞いてるのでバチよろしくお願いします、お願いします、ペコリ、はじめまして、ラクダチキンキムラミヤです、今からオンラインラクイチラクダが始まりました、ぜひ得点の方をゲットしてください、せなちゃんの得点を変えるのは明日までなのでぜひゲットしてね、ネイルを変えたので超ハッピー、おつめい、おつめいです。どうも。ライブからちょっと時間が、全然いいっすよ。ライブから時間が来まして。かわいい、ありがとう。今日の安原は今日の安原のうちに残しておいてもらって。まあみんなそうですけど。1,2,3,4,5枚お返しです。ありがとうございます。はい。あ、千円札募集中です。ありがとう。お母さんこれ、囲みチキ、いや、囲みのやつ一番最後に取るんで、作れるかな、作れるよ、うん、最後を呼び、高いです、アサルさん、ベンディーズでクリームソーダ、髪もネイル、夏だね、これは朝日奈ゆうみです、はい、朝日奈です、かわいい、これだね、やっほー、かわいい、何でしたっけ、なんかあの出かけ口でアウトロが全然大丈夫ですよ、で私たちが袖口で待ってたんですけど、ベイさんがここまでちょうどすごいこっちを見てくれるっていう、あ、私の声でかくないって思って、あ、それがスタートの時だと思う、あ、ですかね、なんか私の声しか聞こえなくて、これ大丈夫っていう、こっちはこっちでベイさん集中してる、そう、面白かった、ウイさんがね、あの出はけ口で私たちが袖で待ってる時、すごいメイさんがこっちを見て踊ってくれるんだけど、お客さん、お客さん見てあげてってなって、こっちはこっちでちょっと意思疎通ができないみたい、メイさん集中してね、いうね、流れになる、こーちゃんの、こーちゃんありがとう、はい、こーちゃん、こーちゃんちょうど、おそらく FCB 東京というね、なんかふみさんが言うに5年ぶりらしいです、5年ぶりなんで、アフィナも見たことないぐらいの感じだから、多分ほぼほぼなメンバーが初めての会場です、何出席に
配信の人だからよく映ると思います。分からんけど今チギに行ってるだけ、うん、おはよう千尋やさん、あぬちゃんやさん、私は今日受付え、ねえ今日さ1個取れた、ね、ステージのさ0番あたりにさ絆創膏への落ちてさ、え、何だろうしかも丸コースやから多分抜けたんだろうな、なんかなっワンダイジャパンってよくステージ中になんか落としがマスク、携帯、マウスマウス帽子みたいな誰かのあれは誰かのえ誰かのえまた得点券
チーム幼稚園でやってました。やってました。フォーメーションとかってシンポジは分かりやすくこの人シンポジですよっていう感じをマークしてるんですけど、私すっかりさえちゃんは7人もあると思ってて、センターがで、書いてた、普通に書いてたらよくよく考えたらさえちゃん7人はセンター見たことないなって思って、案の定シンポジでした。私も全然言われるまで気づかなかった。ゆみちゃんに当日に気づくって。さえちゃんだったら9人は言ったことあるからできるでしょって言うよね。でも罰ゲーム本番でちょっとまあギリギリ逃げしたような気がしてたので、私とリベンジしましょう。そうね。ちょっとね、確認、そうだね、私ジャパンのさ、はい、まあ、ダンスって結構動画とかで確認をしたりするんですけど、そうそう、その動画がねちょっと訳あって動画違うぞみたいなことが起きてたのでね、まあ、シンポジのさえちゃんは気づかずそのままね逃げちゃったんで、ね、すごい何生首が大きい人たちの生首が。あ、つかちゃんお任せ頼んだので、ぜひめいさんの特典も頼んでね、みんなジェイさんの特典も頼んでね。せなちゃんも帰るの今日と明日で終わりなので、頼んでねって。トロスヌちゃん見た。でもロスがやっぱり暑いからもうできないわ。でもさ、全員35分はちょっと暑かった。確かにカラフル衣装でポンプ、おめでたい。
い、おめでたい、はいです。あ、さあさあさあ行った瞬間に消えた。さあさあさんです。ササジュリー、あ、くちゃんです。ササジュリーさんです。スタートの2人、または縁起がいい町の2人。ジュリーさんとよく一緒に歌うのね。あ、この前のワンマンなんか笹上さんが多かったというのを笹の配信で、あ、改めてそうだった。すごかった。半分はね、ずっとね、シンメで歌ってた。あのファンの人、こうやって見ると、サッチャの顔ずっとこうやって見てた。あれ、またサッチャんだ。さあさ、横浜3つ。3つ ?2 つじゃない？ 3 つ？ 3 つ？ そうじゃん、ここ。全部でしょ？3つって何？え？ 3 つ？あと記憶もあと。あと1個あった？そう？え、2本だよ。やめて。はい。なんだ？大輝さん。あと記憶もあと。でかい名前で声で呼ばないでください。大輝さん。よかった、フライヤーと。フライヤーと。ちょっと動揺しちゃうから。動揺しちゃうから。2本じゃない？皆さんどれですか？え？皆さんどれ？そうね、まつげわかる？まつげをさ、あのさ、束にしたの。え、でも思いました。出会った時に言われるんだよ。なん、ジュンさん、動かしてないのかな。よくわかったよ。なんかね、今流行ってるんだって。あ、でも確かになんかこう固めるって。そう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 。フロントかやめて。あ、私たち3本あったっけ？いや、忘れちゃったね。朝入った。あれ、それはそう、3本だね。え、じゃあ明日フロントさんあるんや。全然ちょっとスケジュールを把握してなくて申し訳ないです。分かんないからね、私たち情報知らんから。3本だね。で、お客さんからしたら3本、うん、で、お友達はみんな確かにそう、移動大変だそう、行って電車乗ってもらわなきゃいけないことになるけれど、でもそれもね、推し活ということで楽しんでます。偉いだってサマさん偉い。よし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 、サマさん偉いぞ。偉いですね。ブーちゃんいますか？落書きシャメかな？あ、チェキか、ブーちゃん。ブーちゃんってチェキ派の人？マリア？ブーちゃんってチェキと落書きシャメどっち派の人？ブーちゃんは落書きシャメ。落書きシャメか。ブーちゃん、落書きシャメで合ってる？今日も。2枚ね、備考欄多分書いてなくて不明なんです。なくなっちゃった。昔最初の配信してたもんね。100円玉でもいい。どうぞ。いいよ。力持ちだもんね。あと、ちかちゃんのお任せ、完全お任せ。あー、オッケー。公平な。ここ見に帰っちゃった。ありがとう。横浜の特典買えるので、そこからお待ちください。もちもちしてる。もちもち。あ、ほみんな特典ゲットしましたか？カラフルだよ。なんだそれ。違います。こっちばっかだな。
さんの方がちっちゃい。なるほど、それは絶対にない。日本語でしかさ、うちらの目に見えないのに、つま先に立つことしかうちらにはどうだよね。バカ。遠近法で。くだらないの絶対ね。足もちっちゃいからそんなに伸びない。そうそうなんだ。足もちょっとね、増えたわね。あ、見ましたよ。ぜひね、お待ちしております。詳しくは見れてない。8期チームだからね、現場まで決まってます。今今日のくーちゃん可愛いんだから、ふざけんじゃねーよ。はい、情緒が不安定。せんなぴのラグチーム頼みました。今日だけは許してやろう。でもふみぴのチェキもいいよ。ふみぴのチェキだっていいのよ。そうだよ、クーピも。あ、ふみちゃん自分でバレに行ってる。あ、まさかの先生ありがとう。イエーイ。イエーイ。ありがとう。次は怖い。次は怖い。香り香ってくるから。私は安西さんちのこの時に私は前だった。私が答え知ってるの。私言ってくるけど知らんよ。問い合わせではない。でもせめより私くーちゃんのこと見てるから。私の方が見てるから、くーちゃんのこと。それは確かに。そうです。大丈夫。一瞬後ろに戻って受け付けしてもらっていいですか。ありがとう。任せ、何がいい。ヒースイカミングイキマイトイコーヨコーヨマハヤコーダ。いいよ。いいよ。激しいメッセージだね。ハニャカウダが美味しい。白いんだね。え？白いんだ。白いっすね。頑張ってる。はい、ありがとうございます。ルナルナさん。よかったよ。私じゃまだ大丈夫。明日までだね。ぜひ。寂しい。ごめんめやった。よかったら、私じゃまだ新人がいるので、こちらに戻ってきてください。何それ？接触じゃん。ぜひ2人の特典もお待ちしてます。そうだよ、今の自分はお母さんだけいるよ。明日も
りや、ずーちゃんチェキと入れそうとしてたら、ごめんなさい。あ、はい、来ました。ありがとうございます。ありがとう、ぶーちゃん、チェキ注意注意。すごい嫌だ。センスなんだけど、なんか
か事務所にあるかもしれないから今住所だけお伺いしても大丈夫ですか。住所聞いてもいいですか。住所と郵便番号と。ヤマロ復活でガチ目あったね。ね、最初の時めっちゃあったよね。ヤマロね、なんかこのぐらいピンってやって耳立てた。こうやってこういう髪型した。かわいい。テープでガチガチにしたらなるかな。なんのかな。かわいい。移動か。確かに。刺さりそう。ちょっとヤマロやめてごめんなさい。やってみたい。楽しそう。白くまだみんな特典頼んだ頼んでね。今日はカラフル衣装やった。カラフル衣装は動きやすいです。おすすめは私はせなちゃんの特典かな。そうそうだよ。楽しい。私ガールジャパンが2人になってしまう。宇宙人みたいな目の知らんけど。ヘッドパン。初めての形決まりました。この後新宿キースタジオさんでアイドルライブジャパン19時10分から出演です。皆さん通り付けあるまだ間に合うのでぜひ来てください。来る人今日は25分枠です。それは今日脇田本町コナンとかいないのか。脇田コナンいないと静かだ。オフェンスカーの川越 OK です。3まで行きます。はい、ちょっと確認して。あ、今日はアイシャドウ白っぽいのがする。あんまアイシャドウしてない。上アイシャドウしてます。キラキラだけ。大体してないのがする。でもさ、アイシャドウ似合わないんだよね。なんかあんまり公式の方から DM をさせていただくんで、ご報告すっぴんで出来上がってますね。アイシャドウ取れなくなってくる。アイシャドウ取れなくない方が盛れる。ブーちゃん、はい、行きます。ブーちゃん、さすがだぜ。セナ、また行きます。待ってるね。そこから DM するんで、ちょっと待っててください。ありがとうございます。多分ね、物販が分かんないけど、みんなセナの特典はこれなんか、そういうの全部回収はしてあって、なんか住所が分かんない人今日この人は10人と色で私叩いたんですけど、叩かれてなんか喜んでました。すごいニヤニヤして振り返ってきた。叩かれてもうサスさんの目を、大抵なんか横の人とさ叩かれたのとかで話してたりするのにこっち見てきた。しっかり多分頭真っ黒ちゃんと目ニヤニヤしてた。ニヤニヤしてた。サムさんにですね、やりました。頼んだ。ありがとう。頼んだ。サムさんとのマジ。あ、個人情報だ。ちょっと見ちゃおうと。まだ遅らせてくれたの。あー、ありがとう。かな。タコミもおすすめ。よくマイカと。あ、そう。あ、そう。あれってなると言ってくれた。いつも毎回以外と9割毎回毎回とこうやって
私の記録を更新していきます。毎回ニコニコしてくれて、ニコニコしてくれて嬉しくない。そう、明日もお会いしてるから。笹さん、舞香さん、